はい、皆さんこんにちは、ワンデルフルビシです。信長の野望、創造、戦国理史伝、小野正嗣でのプレイ続きをやっていきましょう。まあ一旦ですね、かしこまりました。今川と和睦をして武田と戦線を開いたという状態になります。で、今回はその続きになるんですが、一旦武田軍をだいぶ壊滅に追い込んだんですが、味方の方も損傷激しく一旦兵を引いている状態です。なので、まあ唯一あるのは内気城を奪取したというところぐらいではあるんですが、まあここはしっかり対応していった方がいいかなというところにはなりますね。で、義元には信頼をまた獲得するために貢ぎ物を送っておきましょう。でだ、一旦兵を引くのはいいんですけど、兵を引いた後にしっかり取った場所、あるいは築城したところを守っていかなきゃいけないので、まあ少しはその今川と相手にしなくていい分楽にはなったものの、引き続きそういったところでの対応はあるので、なんとかしのいでいかなきゃいけないかなというところにはなりますね。なので、まあそれぞれの城、美濃白川城と内気城には、軍を駐留させておく必要がありますね。で、入れ替わりで義輝を撤兵させて、鎌場城から大谷義継隊8900を美濃白川城へ出しましょう。今川と武田がまた小競り合いを始めてますね。これを見ると、この信長にご命令を、収支をご確認ください。さてさて、大丈夫なのか。榊原康政は飯田城を目指してるんだな。そしたら一旦稲葉山城方面を撤退させましょう。郡上八幡を目指してるんだな。大丈夫か、ぶつからなければいいなっていうところだけなんですけどね。ここで今今川と事を構えるつもりは全くないので、そういう展開にだけならなければいいなというところですね。大丈夫かな。そしたらちょっと面倒なので、内政の投資に関しては、まあ、委任しちゃいましょう。委任するとね、言うほどしっかりやってくれないなあっていう印象があるんですけど、ちょっと一個一個やってるのももうこの段階では非常にめんどくさいので、今川と戦になるので和睦しましょう。停戦申し込みます。これはもちろん停戦申し込んだらいいでしょう。起乗します。今川軍が飯田城を攻めてるんだな。そうなると桜ぼら城に関しての兵力はだいぶ手薄になるはずだな。どうだろう、この木を残さず攻めた方がいい気もするけど、今川軍は特に動きはないか。となると利家の隊を今だったら出してもいい気がする。どうだろう、甘いかな。出陣する。
大谷義継の軍も動員しちゃいましょう。犬山城からも光秀を再度出陣、出陣します。まあ、約5万の4万ちょいかな、軍勢の数でいうと4万数千の軍。いや、飯田城はものすごい数の戦いになってますね、これ。ここ。飯田城はすごいな。今川軍と武田軍が総力を結集してると言ってもいいな。この間隙を縫うハイエナ作戦。これはまさにハイエナ作戦だ。ただ、このハイエナ作戦が成功すれば桜坊田城を取れる。この木を逃す手はないですからね。なんとかしちゃいたいな。で、工作で言うと今川に対しては工作中でしょ。まあ一応この辺りも工作は入れときましょう。毛利に対しては今後の動向次第というところにはなりますけどね。で、調略密談は引き続き桜ボラには入れておきましょうと。沼田にも道館を入れておくか。まあ桜ボラ城に関してはもうすぐにでも落ちそうな気配はありますけどね。うまく攻めれれば必ずや勝つ。で、桜ボラ城まで一気に追撃できるな。表情を始めます。報告いたします。御用を受けたまわります。さて、そしたら桜ボラ城は置いておいてだ。犬山城もいいでしょう。回収は一旦置いておいて、今しなきゃいけないのは内通だな。諏訪に付箋を申し入れましょう。で、清正を渡用しちゃえば戦力的にもだいぶ揃ってくるな。我らに撃てる敵はありません。高室です。さ、桜ボラ城が落とせれば問題ないね。そうなるとこの都心への12000、11900は動かすのはもったいなくなるので内騎城に戻しましょう。どうだ、援軍が来るな。しかも信繁対13000、これは厄介だな。さらに援軍が来る。信玄3000、うわ来るね。出陣するぞ。逃げたければ逃げなさい。さらに援軍か、しょうがない。ここは一気に肩をつけに行きましょう。こっちの方が数が少なくなってるのか、いつの間にか。厳しいね。そしたらこっちはこの信長にご命令を報告いたします。どうだ、桜ボラ城取れないか。飯田城の戦いが終わっちゃってるからだな。飯田城の戦いが終わってるんで、いつの間にかね、戦力が桜ボラの方にも振り向けられる状態になったんで、桜ボラ城の方に敵の軍勢が戻ってきた感じだな。まあ信玄はいいとして、信繁の17000が邪魔くさくてしょうがない。これ叩けるか。負ける気がしないな。無理だな。兵を返しましょう。騎乗する。いやー硬いねー、やっぱり武田もめちゃくちゃ硬い。この信長にご命令を、収支をご確認ください。北条に対しては同盟工作ができる状態になったか。となると工作もできるよな。
北条には24ヶ月の同盟を結んだんで、今川はどうなってるかというと、今川との関係は、信用が52、まだまだだな。ただ信頼状態は続いているので、この状態が続いている限りは問題ないね。出陣するぞ。待機せよ。表情を始めます。収支をご確認ください。二の白川城はこれ以上大きくする必要性を感じないので、このままでいいでしょう。まあ、あくまでも武田領へ進行するための補給路としてしか考えていないので。で、飯田城では再び合戦が起きてるね。なるほど。そうなると軍勢的には今飯田城に敵の軍勢がやっぱり集中する状態ができているので、ここで再び軍を出しましょう。世話しないけど出るぞ。必ずや勝つ。出るぞ。今度こそ桜ぼら城を取ろう。名古屋城からも吉照含め軍勢を出す。末森城からも軍勢を出しましょう。カズマス6000。この後はすぐ今川と同盟を結ぶので、もう今川との国境境に兵を配置しておく必要もない状態になるので、一気に軍勢を繰り出していきましょう。観音寺からは信長。与う者のみ後に続け。これで約7万ぐらいの軍勢が整えられたはずなので、この7万の軍勢を出していきましょうか。出るぞ。表情を始めましょう。先月の収支です。今川との停戦があとちょっとになってるけど、今川との停戦状況よりも今憂慮しなきゃいけないのは、いい加減取ろうっていうところだね。出陣するぞ。表情を始めましょう。さあ、桜ぼら城に出してる軍勢ですが、さすがに落とせるだけの戦力差を整えられているでしょう。で、そうなってくると決戦兵力として稲葉山城の摩擦を出すかどうかというところだけど、これもちょっと出さなくていいよな。大丈夫だと思うので、このまま少し様子を見ていきましょう。で、気になる外交状況ですね。やっぱり気になるのが今川との交渉がもう1ヶ月かかるか。そうすれば6ヶ月間の同盟が結べるようになりますんで。で、合わせて工作は、北条に対しての工作は正嗣が引き続きやっているので、このまま入れておきましょう。で、周りが敵だらけになってるっていうのは気になるけどな。出陣するぞ。で、桜ぼら城を取ったらそのまま松倉城まで攻め込みましょうか。これが戦の作法よ。敵を追い詰めろ。ご命令くだされ、報告いたします。報告いたします。そしたら忘れないうちにまずは交渉で今川と同盟を結び、かつ工作は引き続きやりましょうというところでいいですよね。で、注意しなきゃいけないのが、この桜ぼら城に敵の増援が出てきているので、この増援を待ってから叩いた方がいいよね。戦力的に余裕がある今のうちに。で、信長隊は
このままじゃあ抜けていきましょう。カズマス隊も松倉城へと行きます。腕が鳴るぜ、我らも加勢します。と敵が我が領内に向かっております。ちょっと待って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 、今川との信用が1になってるよ。ふざけんなよ、マジかよ。今まで築き上げてきたものは何だったんだ。出陣するぞ。ここで今川の寝返りか、痛すぎるな。マジか。報告いたします。今川がここで、なんでだ、なんで今川がこのタイミングでこっちに兵を出してくるんだ。とんでもない迷惑だな。まあでもしょうがないよな、こうなってしまった以上は。となるとまた必死こいて、せっかくな道が開けてきたなっていうところだったんだけどな。ちょっと悔しいな。でもまあ悔いててもしょうがないので、ここは朝廷外交でまずは武田と停戦する、武田と停戦する、いやー武田と停戦じゃないよな。しょうがない、今川と同盟を結ぶ、和解を一時的にさせておいて、その間に朝廷外交ですね。を入れて、その間にまた勢力を拡大しておくしかないですね。で、取引としては、家宝がないか、家宝をちょっと買っておきたいので、ちょくちょく家宝のチェックは入れていきましょう。で、桜ボラを取ったので、桜ボラ城を取ったら木曽福島城方面に軍を進めていきましょう。承知いたしました。これが新しき戦よ。止まれ、いざ参ろう。逃げるなら今のうちだぞ。我に続け。待機しろ。ご命令くだされ、報告いたします。では桜ボラ城に人を入れましょう。何、先に取り憑かれてるな、木曽福島城に。木曽福島城に、そしたらこちらから援軍を出してやる言われはないので、木曽福島に出す予定の軍勢はそのまま、ちょっと相手の陣地奥深くに入りすぎるな。松倉城全力で取りに行くっていう方が良さそうだね。飯田城は武田の手から今側の方に移ってるね、支配権が。となると、どうかな。穂高城に向かわせるしかないかな。勝家の軍勢を穂高城、かしこまりました。義輝の軍勢も穂高城へ。ちょっと敵の陣奥に入り込みすぎるかな。
ていう心配はありますけどね、しょうがないよな。そしたら桜ボラ城にはどっから人を出すか、稲葉山城から亀田君に行ってもらいましょう。朝廷外交はしっかりやっておいて、いやむしろ松倉城が結構硬そうだから松倉城に全力を注ぐっていう方がいいかな。忠興も入ってきたね。表情を始めましょう。報告いたします。できればここは信玄というか武田側に頑張ってもらって木曽福島城を守ってほしいな。ただ増援の数がすごいね。今川の方はさらに増援1万5000の増援が来ますね。ただ武田側も増援は来る気配がある。我が道を開けよ。道館が退いてちょっと順番兵を一旦順繰り順繰りで返していった方がいいね。桜ボラ城で補給をして前線に戻していくっていう感じがいいかな。表情を始めましょう。報告いたします。もうここはローリング戦法みたいな感じで順繰り順繰りに。補給が済んだ部隊を前線へ投入していく感じですね。私を開けよ。私にするな。生きるのだ。出陣するぞ。我が道を開けよ。よし、松倉城も思ったより手こずったけど松倉城も手に入ったかな。これでちょっと戦力を見ていくと今川が拠点数96、兵数78万、軍抜いてるね。で、2番って大友拠点49、兵数51万。これは多分ね前線に戦力を集中させることができるのである意味大友の方が前線の兵力は充実している可能性がありますね。で武田が31拠点で兵数が22万ですね。武将数139。北条拠点46、武将183、兵数42万。まあここまでかな。で、我らが小野家は拠点14、武将57、兵数137000。やっぱりこの小野一家だけで戦局を大きく変えるっていうことはできないものの、どっかの家につけばあそこの家を大きく躍進させることができるだけの力はあるので、今は武田と戦いつつ今川とは戦闘を避けて北条と結んで今川を叩く、あるいは毛利と結んで今川を叩く、大友と結んで今川を叩く、まあ、これが一番現実的な路線かな。まあ、言いたいのは今川がまたね裏切ってきたところですよね。今回今川の裏切りさえなければもっともっとより簡単にキリがついたんだけどな。木曽福島城がどうだろう。今川と戦闘状態になってるな。でここがどうなってるかというとあんまりよろしくないね。
よろしくないけど、ここは一度先端を開いちゃった方がいいかな。松倉城は進め、いざ前へ、隠れ。さあ勝家も本丸に突撃させましょう。道が開けたので問題ないでしょう。我らが制す。ここが勝負どころよ。城門を破壊しました。こんな日もある。我らの意地見せるは今ぞ。教えてやろう我が戦を。これで終わりだな。これで本丸を落として、さらに敵の数5000も無に帰すことができたので、これは大きいですね。この戦我らの勝ちだ。この信長からは逃れられぬ。城へ戻る。騎乗する。そうなるとこの美濃白川城に関してはあまりその重要度を考えていなかったんですけど、非常に重要な拠点になりますね。美濃白川城は今川とはしばらくはその安定的な関係を築く予定だったので、あんまり重要視していなかった拠点なんですけど、今となってはここってかなり重要な拠点になってしまったので、美濃白川城ね、内気城、桜ぼら、さらには松倉城と、この辺りにもきっちり投資をしていかなきゃいけなくなっちゃったな。まずは城門ですね。木曽福島城はきっと武田にとって重要な拠点であるものの、今川に奪われるのは間違いないな。これ今川とにどう抗っていくかってことを考えたとき、どうなんだろう、本当に今川を倒せるのかなっていうね、難しいよな。ここまで今川がでかいと、今川との戦力差がまあ約5倍ありますからね。そうなると毛利がもうちょっと頑張って、その今川圧迫してくれる。なんかいつの間にか四国は今川が全部取ってますね。武田はもうちょっとこのまま衰退の一途をたどるのは間違いなさそうなので、まあ、拠点数はまだ多いけどね。多分これって全て今川に食われるんじゃないかなと思うんですよ。そうなったらさらに今川がでかくなるんで、今川がでかくなった時に北条と結んで今川に対抗する力になればいいなっていうところかな。今北条と武田は同じ連合に属してるんだな。そうするとどうだ。ただただここって、いや難しいな。
だけこれ以上今川をでかくさせないっていう意味で考えると、武田と結んでこの辺りの三河、遠江、駿河辺りの今川を北条武田と組んで一気に壊滅させるっていう作戦を考えるんであれば、今まさに武田北条と同じ連合に入ってしまうっていう手もあるよな。ただそうなると危ないのがこの牧島城とかね、観音寺とかこの辺りがかなり危なくなるよな。ちょっとよくよく考えた方がいいかなと思います。まあとりあえずちょっと今回ねいい時間になりましたので、一旦ここで終わりにして、この続きは次回プレイしていきたいというふうに思います。というわけで今回は、ここまでにしたいと思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあその他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。